兄ちゃん、体が言うことを聞かない。ユウキちゃん、貴様、この子、お兄ちゃん。まだ麻酔症は残ってるんですけど。それがどうかしたの、桐代さん。さっきの化け物みたいなの、きっとこの麻酔症のせいかなんかですよね。ええ、多分そんなものでしょうね。だったらこの麻酔症の力を封じちゃえばいいんじゃないんですか。ダメよ、聖者君が人質になっているし、もし異空間に囚われているとしたら、あの化け物の力なしではこっちの世界に戻ってこれなくなる可能性もあるもの。ええ、でも
何かいい方法があるのか。聖者さんが消える直前に中庭に来いって言ってたんですよね。あそこなら罠張れますよね。そっか、そういう方法があるわね。この学校の中庭の地下に強力な魔力を持つ施設があるの。だってヴァンパイア族が聖堂を利用するなんて変でしょ。でその地下聖堂の持つ聖魔力を使って、聖者さんが出てきた時に中庭に結界を張るんです。もちろん結界自体を張るのは私たちだから、そんなに長時間維持できるものを張ることはできないでしょうけどね。あとはその瞬間を狙って麻酔症を風魔結界で封じてしまえば。いいえ、難しいわよ。水晶が即席の結界程度で封じられると思う？麻酔晶を封じるにはよほど強力な結界刃が必要です。幸いそれにもクダーの地下制度が使えると思うけど、地上と地下とでは連絡を取り合うことができないから、よほどタイミングに気をつけないと失敗する可能性は大きいわね。あら、ずいぶん気安く言うじゃない。もちろんあなたも協力するのよ、キリュウ君。相手はあなたを指名してたじゃない。ここはおびき寄せの餌役になってもらわないと。キリュウ君、どうしたの？おい、しっかりしろ、キリュウ。これは、まさか…キリュウ君、しっかりして！意識を乗っ取られちゃダメ！キリュウ君、キリュウ、やめるんだ。